おはようございます。今日はですね、お仕事がお休みの日なんですけど、一人旅をしようと思って Vlog を撮ろうかなって思い動画を回しております。あるところに行くので今から準備をします。こちらドクター K、 一人で行くし誰にも会わないからメイクをしなくてもいいんですよね。写真を撮るわけでもないし、だから日焼け止めだけにします。最近さ、すっぴんでよくねって感じになっちゃって、もう本当にダメ。女子力がね、ドゥン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 って低下してます。かといって自分であげようとも思ってないの、実は。まあ今はこういう気分でいいんじゃないっていう感じで過ごしてます。でもこのドクター K の日焼け止め、結構これだけでも肌をね割と綺麗に見せてくれるから便利、ありがたいです。女子力低下してるとはいえ肌が汚いって思われるのは嫌だからさ、わがまま娘なんです。車で移動するからさ、しっかりめに塗っておきます。今日は申し訳ないんですけど、私のすっぴんの顔でお届けしようと思います。お付き合いください。事前にいろんなカフェとか雑貨屋さんとか調べたので、そこを巡りたいと思います。レッツゴー。リップだけ塗ろう。ボビーブラウンのエクストラリップティント。じゃあお着替えして車をピックしに行きます。その前にこれ、アルビオンのスーパー UV カットファインコンフォートボディ、とりあえず首に塗ります。これね、伸びが最高に良くて超おすすめ。さえこさんとコラボ動画撮らせていただいた時にアットコスメで紹介していただいて、もうそこから超お気に入りでめちゃくちゃ使ってます。これはラフラの UV ミスト、 SPF50+PA4+ 入っていて、石鹸でも落とせるから楽。結構かけすぎって思うかもしれないけど、かけすぎてます、いつもこんな感じ。はい、じゃあ本当にお着替えをします。どう、はい、お洋服はこんな感じできました。グローブのキャップにトップスは六本木のエストネーションで買ってデニムです。下がとっても汚いので生活感満載なんですけど、すいません、行ってきます。今日行く場所は蔵前です。可愛いカフェだったり、あと雑貨屋さんとかがあるみたいで、そこに今日は行こうかなって思ってます。今日やりたいこと結構あって、洗車もしたいんですよね。行きまーす。コーの直線距離を参考に走行してください。久しぶりにドライブする気がする、自分で運転。いつもゴリ君とドライブしたり、オンマとドライブすることが多いから、一人でドライブするって、サブちゃんで一人ディズニーっていうのを流したと思うんだけど、多分それ以来行ってない気がする。用事があって車使うことはあるんですけど、一人旅みたいな、一人でお出かけっていう感じ、なんか最近マジでしなくなった。なんでだろう。どこ行くねもゴリ君一緒に行こうみたいな感じに最近はなってます。面白いね。独身の時はマジで一人でお出かけめちゃくちゃしてたのに、これが結婚っていうことなんですかねみんなはします？一人お出かけ。最近はネイルもしてないから、美容系で出かけることも本当に減ったし、一人お出かけをしなくなったんだけど、今日はオンマもお友達となんかニコ玉に行くみたいで、スケジュール合わなくて、基本的にお友達とかスケジュールが合わないので、でゴリ君もまあもちろん仕事だから、ちょっと時間空いたし今日は一人旅しようかなってことで、久しぶりの一人お出かけ。ドライブが好きだから、一人で運転してる時はすごい気が紛れるというか、なんて言うんだろうね、結構楽しい。料理をしてる時何も考えずにいられるとか、細かい作業してる時に没頭できるとか、そういうのあるじゃないですか、いろいろ。なんかそれが結構私はドライブかも。だから休日とかもゴリ君と一緒にドライブすることはめちゃくちゃ多い。だから車買ってよかったなって本当に思う。料理してる時になんか無になれるっていう感じはないんだよね。私料理してる時は早く作ってあげなきゃみたいなとか、なんか美味しくできるかなとか、ちょっとそういう不安の方が勝っちゃって、没頭するっていうよりも時間に追われてるのと味に追われてるというか方が大きいって感じで、私は目的地に無事に着くように皆さん祈っててください。また撮ります。もうちょっとで着くんですけど、ちょっと洗車をしたいのでガソリンスタンドに行きます。洗車してもらいます。はい、ってことで無事に蔵前付近に着いたので、行ってみたい雑貨屋さんが徒歩3分ということなので向かいたいと思います。めちゃめちゃいい天気、
最高。早速行ってみたかったカフェ見つけました。こんな感じで買いました。天気が良すぎる。店内が撮影禁止だったので中が撮れなかったんですけど、めちゃくちゃ可愛かった。ぜひ皆さん行ってみてください。めっちゃ可愛かった。お皿を2枚買ったので、購入品はまたお家で紹介したいと思います。じゃあ次、日傘を持ってきて正解だった。めちゃくちゃ日が強い。今から行くところはパン屋さんかな。美味しそうでおしゃれなカフェだったので行ってみたいと思います。蔵前めっちゃ楽しい。さっきのところも人がたくさんいて人気でしたよ。今日平日だけどいい感じ。ありがとうございます。ありがとうございました。ここはちょっと店内撮影できたのでいろいろみんなも見えたと思うんですけど、めちゃくちゃ種類がたくさんあって全部美味しそうだったけど、ゴリ君最近ダイエットしてるみたいで全然お菓子食べてくれないので、私の分だけって思ってもちょっと多いんですけど、たくさん買いました。楽しみ、嬉しい。蔵前が楽しすぎてやばい、最高。そしたら次の雑貨屋さんに行きたいと思います。ありました、こちらです。向こうカフェなんだ。リアルフードファミリーイーツ、すごい美味しそうな。今の雑貨屋さんでは買わなかったんですけど、ベビー用品とかが多かった気がする。あとオーガニックとかで、ちょっとお腹が空いたからご飯を食べに行こうかなって思っていて、めちゃくちゃ美味しそうなサンドイッチがあるカフェに今向かっております。空いてるかな。なんかね、 Google のあれで見た時にすごい人気で平日でも満席だったって書いてあったので、入れるかわからないんですけど行ってきます。いろんなところが近くにあるから巡りやすいかも。もっといろんなとこがあると思う。なんかここら辺もすごい可愛いケーキ屋さんとかあります。いい香り。え、何か、まあ、ケーキだもんな。我慢しよう。これがめっちゃ美味しいらしい。でもこのフルーツサンドはもう終わってるみたいです。すごい人気、たくさんいます、人が。うちか、来ました。ハムカツサンド、単品のフレッシュサラダとブラックオレンジを頼みました。ご飯を食べ終わって車をピックアップしてから次の雑貨屋さんに行きたいと思います。ここの近くなので歩いていきます。なんかちょっとさ、風が強くて寒くなってきた。川沿いにあるらしいんですけど、こうやって撮影しながら地図を見てると両手が塞がってるから日傘がさせないっていう。すごい、ありました。あ、結構人がたくさんいる。めちゃめちゃ可愛いです。食器がたくさんあるのかな。1階は人がたくさんいたので、確かお買い物をしたらまた購入品紹介したいと思います。かわいい。買いました。めちゃくちゃ可愛かった。
チェコから、買い付けをして売ってるみたいです。めっちゃ可愛いカップを買ったから後で見せるね。めちゃくちゃもうドタイプすぎるカップだった。最高、やっぱ楽しい。でもここら辺はね、もう浅草ら辺なんですよね。浅草駅に近いんですけど、いいお買い物ができました。嬉しい。じゃあ次、今からカフェラテを飲みに行こうと思います。それをしたら今日は結構満喫したかなって感じ。ミシアシェイクのいちご、いちごください。店内は満席でした。支払いが現金のみだったので、今近くのコンビニでお金を下ろします。ここら辺現金のみが多い気がする。さっきのペリカンカフェは大丈夫だったんだけど、その前に行ったとこも現金のみだったんだよね。みんな蔵前に来るときは現金を持って行ってください。お待ちどおさまです。ありがとうございます。美味しそう。無事にいちごシェイクゲットです。うん、美味しい。いい感じ。楽しかった。はい、って感じで、今日はこの辺で一人旅終わりたいと思います。ゴリ君がお家にいるので、この後夕飯の買い出し行ってご飯作ってっていう感じのスケジュールですね。あ、違うわ、購入品紹介するんだ。そう、家でまた撮りたいと思います。はい、バイバイ。はい、今夜ご飯を作って食べ終わったところです。今日の夜ご飯は気ままにひよんの方で動画が上がると思うので、私が何を作ったか見てみてください。購入品紹介。一番最初に行った道具屋のぼり、めっちゃ可愛いね。最近お料理をし始めてから食器がねすごい欲しくて、最近いろいろ見てます。ガラスのグラスというかボール、1210円です。ヨーグルトとか食べたいなと思って、多分私しか使わないだろうからここだけ買いました。ここのお店本当に可愛いのたくさんあって、もっともっと欲しかったんだけど、何を買えばいいか分かんなくなっちゃって、とりあえず2つ買いました。2つ目のボールがこちらです。2750円です。煮物とか主菜を入れてから出したいなって思い買いました。ちょうどいい肉じゃがのイメージだよね。次に行ったのがお菓子屋さん、菓子屋しののめっていう列ができてたところ。ほうじ茶のクッキー、ガレットブルトンヌ、アマンドショコラ、チーズクッキーです。アマンドショコラはゴリ君がダイエット中だけど、ちょっと甘いもの食べたくなった時にとか、あとお仕事の合間に食べれるかなって思って買ったんですよね。で他はまあ私が食べようと思って買ったやつです。ほうじ茶クッキー食べてみるか。なんか今日すごい疲れた。帰ってきてお買い物して料理してってなったらやっぱ結構疲れるよね。分厚いクッキーです。いただきます。うん、ほうじ茶の香りがすごいする。バターが多めなクッキーな気がする。サクサクねっとりっていう感じ、美味しいです。で最後にチェドック雑貨ストア、路地入っていったところ、めっちゃ可愛かったんだけど、これはもうここのここで買ったアイテム、もう私のドタイプすぎて見た瞬間買うって決めたんだけど、みんなおったまげると思う、可愛すぎて。たらーん、超可愛くないですか。ハートがこういう風にあるマグカップとお皿です。セットめっちゃ可愛い。これを一応2セット買いました。無理、大好き。ここはねちょっと高かった、全てのアイテムがちょっと高かった気がする。これが4400円ですね。可愛すぎて一目惚れで買いました。だいたい私のお家に遊びに来る方はいないんですけど、それはなぜかというと、だって私が潔癖症っていうか、ちょっと綺麗好きというか、なんかいろいろあってお家に入るまでルールがあるから、それがちょっとみんなからしたら多分めんどくさいし申し訳ないから、お家に誰かを招くっていうことはほぼないんだけど、まあオンマとかは来るので、まあオンマとかゴリ君と一緒にデザートを食べるときに使いたいと思います。可愛すぎる。すごいいい買い物ができた。今日一日めちゃめちゃ久しぶりに一人時間を満喫できたなって思います。独身の時とは違うからさ、一人の時間って貴重だったりもするし、久しぶりな感じがしてなんだかんだ楽しかったです。って感じで、この動画が楽しかったり、また私のことをゆるいブログ見たいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。くらーん、あんにょーん。今まだね8時13分なんだけど、眠すぎて私はお風呂入って寝ようと思います。バイバーイ。